で終わったら飛行機このラダーの後ろ、ホタル外のラダーの後ろ。はい、もちろん90分で、勝負をつけたいというふうに思っていました。非常にいい入りができましたし、前半なんかほぼほぼ相手にチャンスを与えず、こちらの方がやっぱりチャンスらしいチャンスはあったというふうに思いますし、先に先制点を取って押し切りたいという思いはありました。まあ、1点何度か、ね、取り返したかったなというふうに思いますし、本当に素晴らしい、今大会ね、まあ、メンバーで臨めて、まあ、ベスト16というまた壁に阻まれましたけど、またねこういう経験を次に生かして、次こそは FC 東京としてベスト8以上ねいけるように頑張っていきたいなというふうに思っています。サッカー界にとっても非常に日常生活するにも非常に難しい、この1年だったというふうに思います。そういう中でどうすれば、生き残り、また生活を支えながら、またサッカーという競技スポーツを続けられるのかと、非常にこうなんていうんですかね、今まで人生の味わったことない考えさせられるような一年だったというふうに思います。そういう中で、みんなで英知を絞りながら、まあ、もう一度はスポーツをサッカーをということで非常にこう、
復興に向けてということで、まあ、本当に全人類が一致協力して歩んだ1年だったんじゃないかなというふうに思ってます。そういう中で AFC の協力があったりとか、もちろん日本サッカー協会の協力、J リーグの協力があって、こうしてまた我々はサッカーをすることができ、こういう素晴らしい大会に参加することもできたということは、もう本当に人生これからこんな経験することができないというふうに思いますし、こういう中でもやっぱりしっかりとサッカーが続けられて、プレーできるんだという、教訓というところは、もう人生これからの人生で逆に陥っても非常にこう気持ちの支えに なるんじゃないかなというふうに思います。本当に素晴らしい大会だったというふうに思いますし、こういう素晴らしい大会に参加できたことを非常に我々は感謝しています。優勝っていうものが手に入らないので、まずは目の前の試合に全てをかける。